皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。見えてますでしょうか。見えてますでしょうか。あ、じゃあどうですかね。どうですかね。こんばんは。こんばんは。コメントも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あ、たくさん。あ、集まりましたね。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと私たちね、はい、初めてなのですごい緊張してますが、ね、緊張します。はい、頑張っていきたいと思います。頑張っていきます、はい、お願いします。お願いします。はい、では本日私たちは感染対策バッチリでお伝えしていきます。はい、改めましてこんばんは。ワタプラナイトをご覧いただきありがとうございます。本日ワタプラナイトを担当するのは聖堂ビューティーコンサルタントのあーちゃんとゆーちゃんです。よろしくお願いします。あの、私愛媛出身なので少し訛りがね大丈夫です、大丈夫です。ですけど、はい、温かく見守ってください。はい、はい、あ、そうですね、これから後ほどちーちゃんにも登場していただきますので、はい、ちーちゃんです。はい、ぜひ楽しみにしててください。ちーちゃんね、ハテナがこれあるんですよね。何ですかね。うん、今日気になりますね。はい、今日のでも大切なキーアイテムになってきますので、はい、皆様お楽しみにしててください。はい、はい、では皆さん、ワタスプラスはログインしていただいてますで、うん、ますか。はい、ワタプラナイトは皆さんの質問にお答えしながら商品の使い方などご紹介していきます。気になる商品がありましたらその場でご購入いただけるライブショッピングとなっております。ワタプラ会員の方も新規の方もぜひログインしていただいてから視聴してくださいね。インスタグラムからご覧の方は URL から詳細が確認できます。後ほどライブにて私プラスのお買い物で使えるクーポンもお伝えするのでお得に商品をゲットしてください。はい、またもっと商品を詳しく知りたい方や自分に合うスキンケアを知りたい方はぜひオンラインビューティーという資生堂のウェブカウンセリングで私たちにね、ご相談ください。はい、オンラインビューティーの詳細も後ほどお伝えさせていただきます。はい、たくさん、コメント来てますね。なんだろうって来てますね。ここにハテナが皆さん見えますかね。これですね、今回のね、キーポイントのアイテムになっております。はい、はい、たくさんね、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ハートマーちゃん、いいねがいっぱい来てますよ。いいね来てますね。ありがとうございます。はい、はい、それではゆうちゃん、本日のテーマをご紹介していきましょうか。はい、本日のテーマはこちらです。はい、いちご花なんとかしたい NG 行動とお手入れ方法です。イエーイ、うん、今日はいちご花を含め、はい、毛穴のお悩みについてお伝えしていきます。はい、皆さん、ね、いちご花っていうとちょっと気になるんじゃないんでしょうか。ね、ゆうちゃん、たくさんコメント来てます。はい、あ、ありがとうございます。いちご花、永遠に気になるってコメント本当にね、永遠のテーマですよね。ね、よく聞きます。そうですね、しかも最近ますますね、はい、暑くなってきましたよね。はい、もうすごい暑くなって、うん、私マスクしてると蒸れて気になります。うん、はい、ね、この時期に多く聞くお悩みの一つに毛穴の黒ずみや開きがありますけれども、見ている皆さんはどうですかね。気になる方はぜひコメントで教えてください。はい、で今日は毛穴の状態に合わせてお手入れ方法をご紹介しますので、ぴったりなアイテムを見つけてくださいね。はい、あ、じゃあ、はい、アーカイブ残りますか、うん、っていうコメントで、はい、もちろんです。今日もアーカイブ残ります。はい、はい、では始めていきましょうか。はい、はい、ではまず皆さん、自分の毛穴の気になる部分を優しく触ってみてください。で鏡がある方はぜひ鏡でチェックしてみてください。皆さんどうですかね、毛穴の黒ずみ。うん、ね、うん、私は結構ここのマスクしだしてから当たる鼻の部分とか、うんうんうん、顎のざらつきとかが気になってます。気になりますよね。はい、で私はここですね、頬の毛穴の開きがすっごく気になります。ね、気になります。うん、特にこの時期日中の化粧崩れに悩まされてます。結構コメントいただいてて、はい、ザラザラなところとそうでもないところがあるっていうので、うんうん、はい、興味津々って来てますね。うん、はい、
もうこの後しっかり、お伝えしていきますので、お手入れ方法と、原因ですね、お伝えしていきます。はい、はいはい、それでは、ゆうちゃんフリップの方お願いします。大切なお手入れ方法ですね。はい、こちらです。はい、こちらです。見えますでしょうか。はい、それはですね、取り除く、保湿、引き締めの3ステップになります。はい、3ステップですね。3ステップです。皆さん覚えてください。はい、3ステップです。3ステップです。はい、では、まずステップ1の取り除くケアからお伝えしていきますね。はい、ではここで早速ですが、あーちゃんクイズです。クイズです。頑張っていきましょう。こちらです。見えますでしょうか。見えますでしょうか。はい、では取り除くケアの NG 行動は何でしょう。はい、ということで、はい、1番強い力で角栓を押し出す、2番ゴシゴシ洗う、3番必要以上に何度も洗顔をする。はい、皆さんコメントで番号をぜひ教えてください。教えてください。はい、見えますかね。はい、コメントどうですかね。早速来ました。1番、ありがとうございます。強い力でっていうのがね、ちょっとダメな、ね、そうですよね。はい、ダメな感じが、全て NG な気がします。全部だと思います。全部のコメント、すごいですね。全部だと思います。はい、ではでは、はい、それでは、ゆうちゃん答えの方お願いします。答えは全部です。結構正解の方多かったんじゃないですか。多かったですね。多かったですね。でも1番の方もね、2番の方も全員正解なので、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん当てはまる行動ありましたか。悩ませる原因をでは簡単にね、おさらいしていきましょう。はい、特に毛穴の黒ずみやザラつきが気になる方は必見ですよ。で、開きが気になる方は後ほどお伝えします。はい、では毛穴の黒ずみ、ザラつきの原因についてまずお伝えしていきますね。はい、あーちゃんフリップお願いします。はい、かしこまりました。はい、原因がこちらです。はい、こちらですね。はい、見えますか。主に3つあります。はい、1つ目が汗と皮脂、はい、2つ目が古い角質、3つ目が汚れの蓄積です。はい、はい、暑いと汗もかくし、皮膚も上がって、はい、過剰に皮脂分泌されてしまいますよね。で、それがなんと毛穴に残って産毛などと混ざって毛穴を塞いでしまうんですよ。で、角栓はなんと5日前後で再生されてしまうので、毎日のケアが本当に大切なんですよね。5日前後、びっくりしましたよね。びっくりですよね。ね、毎日のケアで簡単に取り入れられるのは、これからご紹介するメイク落としと洗顔料になります。はい、では、はい、まずおすすめのメイク落としからご紹介していきますね。こちらのメイク落としですね。はい、こちらはエリクシールホワイトメイククリアオイル、税込み3300円です。とろみのあるオイルが毛穴に入り込んで、ハードなメイクや毛穴に詰まって黒ずんだ汚れまで密着して絡め落とします。なので黒ずみとかザラつきがね、気になるって言ってた方は、オイルタイプのメイク落としもぜひ試してみてください。こちらは夜のみのご使用で約 1.5 ヶ月使っていただけます。結構事前のコメントでも黒ずみがすごく気になるって言ってた方多かったので、そうですね。ちょっとここでコメントとかも見ていきましょうか。はい、あ、お風呂場で使えますか、っていうことなんですけど、お使いいただけます。 OK です。大丈夫ですね。立ててもね、お使いいただけますよ。はい、たくさんありがとうございます。ね、ありがとうございます。コメントが。ふなしーさん、5日ごとって、そうなん、怖いですよね。あ、学生はね、怖いですよね。私も目立つ黒いポツポツ押し出しちゃいますっていう方いらっしゃいますね。ちょっと押し出しちゃうっていうのは NG 行動なので、ね、はい、お気をつけください。でもそれもね、やめるだけでも結構、ね、毛穴綺麗になっていくので、はい、そうですね。で、特に角栓が気になる方は、もうこちらのメイク落としのオイルでしっかりと優しく丁寧に落としてください。で、メイクを落とした後は洗顔もとっても重要ですよね。はい、はい、ここからはおすすめの洗顔料2つご紹介していきます。
で先ほど、うん、オイル乾燥しないですか、はい、っていうお声あったんですけど、はい、私も実はすごい乾燥肌なんですね、うんうん、でもこちらのオイル使ってるんですけど、はい、洗い上がりしっとりしてて乾燥しないので、はい、好きです。はい、はい、いいですね。はい、はい、それでは洗顔の方をご紹介していきましょう。一つ目がこちらのエリクシールホワイトクレンジングフォームになります。こちらは税込み2,970円です。朝晩使用で約2ヶ月使っていただけます。でこちらの洗顔は泡立てて使うんですけれども、泡立てる前のクリームにゆうちゃん秘密があるんですよね。秘密があります。はい、はい、それでは皆様にご覧いただきたいので、ゆうちゃんフリップの方お願いします。はい、こちらですね、はい、皆さん見えますでしょうか。見えますか、はい、このクリームの中、うん、あの伸ばしたものになるんですけど、はい、このクリームの中に実はつぶつぶのソフト顆粒が入ってます。ちょっと画面越しでは伝わりにくいかもしれないんですけど、実際はこちらの顆粒は黄色になります。こちらのソフト顆粒はメラニンを含む不要な角層を取り除くので、黒ずみが気になりづらくなります。はい、あ、じゃあコメントでね、うんうん、シュペリエル、はい、エリクシールシュペリエルより、うん、ホワイトの方がいいですか、はい、っていうコメントいただいてたんですけど、はい、両方毛穴にはねおすすめに、うん、そうですね、はい、紫外線による弾力低下とかなので、はい、おすすめになっておりますが、今の時期は紫外線が強いので、うん、今日は美白でおすすめしていきます。そうですね、美白の方がね、はい、今の時期だったらいいかもしれないですね。嬉しいですよね。はい、はい、で実は私もこちら の, あの洗顔毎日実はこちらでお手入れしてるんですけれども、濃密な泡がすっごく気持ちいいです。はい、で朝使うとすっきりして目が覚めるのと、毛穴、この辺りの毛穴ですね、うん、キューッと引き締まる感じがしてとってもお気に入りです。結構朝使うとすっきりして気持ちいいですよね、うん、気持ちいいです。はい、では次にお待ちかねの2つ目の洗顔料をご紹介していきますね。はい、あーちゃん店頭で大人気のあの商品ですよ ね, すっごく大人気ですよね、はい、ではここからは実際にあのちーちゃんにですね、洗顔を使って実演の方していただきますので、私はちょっとちーちゃんと交代します。また後で登場しますので、はい、お待ちください。じゃあちーちゃんお願いします。皆さん今からが見どころですよ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。じゃあ持ってきちゃいました。じゃあハッテさんはこれです。こちらでした。はい、じゃあこちらですね。見えますか。こちら知ってる方や使ったことあるという方はいいねやコメントどしどしお願いいたします。お願いします。使ってて好きなポイントなどお願いいたします。早速ふなっしーさんありがとうございます。ルフレ使ってますっていうことで使っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。愛用してますって。嬉しいですね。ありがとうございます。結構この線が気になってたっていうコメントも多いですね。はい、嬉しいです。ハテナの正体はこちらでした。はい、皆さんご存知の方も多いと思いますが、こちらはエリクシールルフレバランシングバブル税込み1980円です。なんと約110回お使いいただけます。つまり、はい、朝晩使用で2ヶ月ですね。結構使えますよね。たっぷり使えますね。はい、毛穴の奥まですっきり洗える洗顔料です。では早速ちーちゃんに体感していただきますので、よく見えるようにカメラ移動しますね。ちょっとガタガタとなりますがごめんなさい。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。あ、使ってない、使ってみたいですって。ありがとうございます。ぜひ今から実際にお顔につけていきますので、使い方見ててください。ではここからですね、マウスシールド外しますので、ゆちゃん説明の方お願いします。かしこまりました。コメントでもね、香りもいいですしって、泡も豊かですねって来てるんですけど、香りはフレッシュブーケの香りになってますね。はい、コスパいいグッドとありがとうございます。使ったことあるっていうコメントありがとうございます。はい、ではちーちゃんご準備大丈夫ですか。では早速始めていきますね。こちらがジェルタイプの洗顔料になります。濡れた手で使いますので、ちーちゃんちょっと手を濡らしていただいて、お顔全体だとアーモンド粒一粒を目安に出していきます。このぐらいです。皆さん見えますでしょうか。このぐらい取って、ジェルのまま毛穴の気になる部分に置いていきます。ちーちゃんがね、一番気になるのは
鼻鼻と顎、顎です。はい、気になる部分に皆さん置いて、そのまま中心から外側に円を描くように優しくくるくるとなじませていきます。優しくですね。で、この時毛穴の汚れに密着し瞬時に泡立ってきます。もうちーちゃんもこもこしてきましたね特にちーちゃんいちご鼻がね気になる方は、優しく小鼻周りをくるくるなじませてください。はい、皆さんもこもこ伝わりましたでしょうか。ぜひコメントでね、もこもことか教えてください。いいねボタンもお願いします。はい、ではちーちゃんにお顔を洗ってもらうので、カメラ一旦戻しますね。ちーちゃんもこもこでしたねはい、ではちーちゃんがお顔を洗ってる間にちょっと特徴について簡単にお伝えしていきます。こちらは密着クレンジング処方となっております。ジェルが毛穴の奥の汚れに密着し瞬時に泡立ちます。たっぷりの泡で毛穴の一つ一つまで綺麗に洗えます。はい、であと洗顔のポイントなんですけど、あの皆さん洗顔した後は十分に洗い流してください。結構ここの生え際とか小鼻周りとかは洗い忘れが多い部分になっているので、意識して洗ってください。本日はちーちゃんにはちょっと簡易的に洗ってもらってるんですけど、あの皆さんはしっかり洗い流してください。あとですね、先ほどコメントでもありましたね、あのメイク落としとしてもお使いできますかっていうコメントが結構店頭でも多いんですけど、大丈夫です、お使いいただけます。でもその場合は手も顔も濡らさずに、先ほどのアーモンド粒よりちょっと多めに出してあの、はい、使ってください。はい、ちーちゃんいかがでしたか。お待たせしました皆さんもこもこ伝わりましたかね。はい、どうですか。もうすごい今目から下落としたんですけど、すごいスッキリしてます、はい、ちーちゃんねファンデーションつけてたんですけど、そうなんです、落としましたはい、ね、私も愛用しているんですけれども、好きなポイントがまず今お伝えしたあのもこもこの泡ですね。泡がすごく気持ちいいので、うん、毎日ちょっと洗顔でしたくなるって感じなんです、はい、あの泡立てとか苦手な方でもすごい簡単に先ほどみたいにねもこもこするのでおすすめです。はい、はい、でコメントで若い方向け年齢関係ないってコメント来てますが、はい、ゆうちゃんどうですか。大丈夫です。はい、年齢関係なく毛穴とか角栓が気になる方、すべての方お使いいただけます。はい、ぜひお試しください、はい、コメントどうですかね。どうですか。あ、もこもこって、うんうんうん、メイク落ちるのかすごいってきてますね。あ、そうですよ、結構あのもうダブル洗顔がねできてるので、でもそうなんですよ、はい、私の好きなポイント2つ、はい、これで出ちゃいましたね。ダブル洗顔が不要なのでもうメイクすぐに落としたいっていう日は夜も愛用しています。はい、ね、泡立て不要なので時短で使えるのでもうすごく助かってます。私本当は朝すごい時間がないので朝もしっかり、はい、時短になってすごくおすすめです。で、あ、コメントで洗うときはお水お湯どっちがいいですかってコメント来てますね。はい、はい、お水かぬるま湯で洗ってください。ちょっと熱いお湯とかだとねお肌が突っ張って乾燥しちゃったりするので水かぬるま湯がおすすめです。はい、はい、なので今ですねお悩みであった結構ねざらつき黒ずみ気になるっていう方いらっしゃったので、この時期やっぱり汗や皮脂で角栓のざらつきや黒ずみ気になる方はぜひこちらエリクシールルフレバランシングバブル使ってください。はい、で今ですね私プラスからご覧の方はこちらの左上の写真をタップしていただくと商品詳細が見れますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。インスタグラムからご覧の方は URL から詳細確認できます。もこもこ見ました。後で見ます。 ありがとうございます。嬉しいです。でここでライブ配信をご覧いただいている方限定のお得なクーポンをご案内します。はい、はい、こちらです。じゃじゃん。はい、こちらは私プラス内で3300円以上ご購入でお使いいただける500円引きクーポンとなっております。1週間限定となっておりますので、今メモったりスクリーンショットお願いします。お願いします。あ、こちらですね、見えますか。 WPN217282 になります。こちらお買い物のコートで
クーポン使っていただけますので、ぜひ使える方使ってください。皆さんクーポンスクショ大丈夫ですか？結構ハートがね来てるので大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、で先ほどですね、あのエリックシールのバブル洗顔の方ですね、ウォータープルーフ落ちますかっていうことだったんですけど、ウォータープルーフのマスカラとかあのアイライナーの方は専用のリムバをお使ってからバブルの方で洗い流してください。はい、あ、泡はどれくらい肌にくるくるしたらいいですか、うん、と。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね、こう優しく優しくこう肌に負担なく泡立ちますので、くるくるしてこうモコモコしてきたなっていうのが伝わります。あの肌になりましたら洗い流していただければ大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、バイクありがとうございます。ではまた後ほどねコメントもたくさん返していきますので、はい、いっぱいお願いします。あ、クーポンスクショしました。ありがとうございます。そしたら私今洗顔をした状態になりますので、化粧水と乳液でお肌整えていきたいと思います。はい、またちょっと後ほどね、はい、来ますので、お願いします。安全に変わります。はい、ありがとうございました。はい、コメントもありがとうございます。あ、じゃあ戻りました。ちーちゃんもこもこすごかったですね。すごいモコモコでしたね。うん、あんなに簡単にモコモコになるのがね、はい、忙しい朝とかにはぴったりですよね。ね、すごい。コメントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、コメントで今、うん、松井くん大丈夫ですかっていうコメントをいただいたんですけれども、あのこちらの洗顔とあと先ほどのメイク落としなどもまつげエクステの方が大丈夫になっております。はい、あと先ほどバブル、うん、あの男性でも使えますかっていうことだったんですけど、はい、男性の方もお使いいただけます。はい、ね、特に男性とかだとあの皮脂量とかがねすごく多いのです、うん、のでバブルすごくね、はい、おすすめですよね。おすすめですね。はい、ぜひ使ってみてください。はい、それでは今毛穴ケアに大切なステップ1の取り除くケアをお伝えしましたので、続いてステップ2の保湿ケアとステップ3の引き締めるケアをお伝えしていきますね。あの先ほど鏡を見て毛穴の開きとか気になった方、お待たせしました。お待たせしました。はい、では毛穴の開きや化粧崩れが気になる方の原因をお伝えしていきます。はい、一歩お願いします。はい、こちらですね。はい、原因はですね主に2つあります。はい、1つ目が紫外線による弾力低下、はい、2つ目が潤い不足です。暑いこの時期は紫外線やエアコンの影響で肌が乾燥すると毛穴が目立ってね見えますよね。うんうんうん、なのでこの時期は紫外線対策で美白ケア、潤い対策で保湿ケアがすごく大切になってきます。はい、で、今先ほど少しちょっとコメントの方で、クレンジングオイルとあのバブルの洗顔両方使って大丈夫ですかっていうことだったんですけれども、使っていただいて大丈夫です。で特にこの辺りの角栓だったりとかが気になる方は、あのクレンジングオイルでしっかりと優しく丁寧に落としていただいてからバブルを使っていただくと二重でしっかりお手入れできるので、ぜひ使ってみてください。はい、ではここで先ほどの保湿ケアのおすすめの化粧水乳液の方をご紹介させていただきます。はい、こちらです。こちらです、はい、でこちらがですねエリクシールホワイトクリアローション T 税込み3630円とクリアエマルジョン T 税込み4290円です。こちらは潤いで満ちる透明感と滑らかで均一な張りでツヤ玉輝く肌へ導いてくれます。資生堂独自の美白融合構成分 4MSK が配合となっておりますので、メラニン生成を抑えシミそばかすを防いでくれます。今の時期暑いので、はい、紫外線が気になるので、あの美白融合成分配合なのはすごい嬉しいですよね。嬉しいですよね。こちらの化粧水乳液はですね、はい、さっぱりとしっとり、とてもしっとりの3タイプございますので、肌タイプに合わせてお選びいただけます。結構あの店頭でも、うん、どれがいいですかっていう風なお声が多かったので、はい、
ね、ご相談いただければと思います。はい、はいはい、自分の肌に合っているかやもっと商品について詳しく知りたいという方はぜひオンラインビューティーにて私たちにご相談ください。今乾燥してても毛穴って目立つんですね、うんうん、っていうコメントをいただいてて、はいはい、潤い不足が原因で開いたりするので、うんはい、保湿はねすごく大事です、うん、そうですね、はい、でコメントをいただいてます。年中美白がいいんですかっていうことなんですけれども、そうですね、特に今の時期は紫外線がかなり年間の中で一番強い時期になりますので、ね、美白を使っていただいた方が安心、いいかなと思います。はい、ね、はい、はい、はい、それではゆうちゃん、はい、お得なキャンペーンの方、はい、お知らせ、はい、お知らせの方お願いします。はい、今だけのキャンペーンのお知らせになります。ファンファンビューティー選んで当たる豪華プレゼントキャンペーン、8月20日までに資生堂商品を税込み5500円以上購入し、はい、店頭やオンラインショップにおける購入詳細の画像をキャンペーンサイト上にアップロードして応募すると抽選で豪華商品が当たりますので、ぜひご応募ください。すっごいお得なキャンペーンですよね。そう、私も見てほしくなりました。ね、すごいイヤホンとかすごいお得な ね、はい、ね、いいですよね。ぜひ応募してみてください、はい、皆さん当てちゃってください。はい、はい、ちょっとコメント読んでいきましょうか、うん、はい、はい、行きましょう。夏はさっぱりがいいんですかっていうコメントをいただいてるんですけども、はい、そうですね、今の時期どうしてもベタつきやすくなってしまうので、化粧水をつけていただいて乳液をつけない方とかも増えてしまうと思うんですけれども、やはり化粧水乳液のお手入れをしっかりしていただきたいので、そういう重たく感じてしまうときはさっぱりとかでお手入れしていただくのがおすすめです。はい、いい香りで大好きっていただいてるんですけど、うん、はい、こちらですかね、うんうん、化粧水乳液の方はリラックス感のあるアクアフローラの香りです。はい、はいはい、いい香りですよ ね、 いい香りですよね。私も好きです。大好きです私も。はい、はいはい、それでしたらゆうちゃん続いて、はい、最後のステップに参りましょう。はい、はい、お願いします。はい、ステップ3の引き締めケアでは修練化粧水を使うのですが、うん、皆さんご存知ですか。うん、修練化粧水とは化粧水や乳液で肌を整えた後に使う引き締め化粧水のことですね。そうですね、はい、はい、毛穴一つ一つまでキュッと引き締めるのでクリアでみずみずしい肌へ導きます。はい、ということで最後の商品はオープン、はい、オープン、こちら修練化粧水でしたね。分かった方いらっしゃいますかね。はい、ではこちらですね、な、店頭でも人気ですよね、うん、はい、はい、でこちらはエリクシールホワイトトーニングローション税込み4400円です。で化粧水と似ているパッケージなんですけれども、わかりますか。す、ね、容器の大きさも形もすごく似てるので、うんうん、もう一緒ですね。はい、ただここですね、見てください。こちらです。近くでお願いします。ここの下の部分に、はい、溜まってますね、うん、あっちゃん何かが、はい、よく見ると下に白いパウダーが見えますでしょうか。はい、こちらはですね、皮脂吸着パウダーになってます。 こちらはですね、余分な皮脂を吸着するパウダーで、ベタつきや化粧崩れを防いでくれます。透明感に満ちたサラサラ肌を保ちます。で特にテカリやにお悩みの方はこちらの修練化粧水すごくぴったりです。はい、うんうん、あ、修練って、あ、やはりコメントでも修練化粧水を知らない方もいらっしゃいます ね、 ね、うん、修練使った時は確かに毛穴気にならなかったかもって、うんうんうん、あ、ちょっと感じていただいてる方いらっしゃいますね。そうなんです、化粧水2回使うんですねっていうことなんですけれども、こちら修練化粧水は見た目は化粧水なんですけれども、はい、効果が通常の化粧水とちょっと違いますので、うん、特に毛穴の開きだったりとかベタつきが気になる方は修練化粧水ぜひ取り入れてみてください。引き締めていく方の、ねね、修練化粧水ですね。はいはい、ゆうちゃんこちらはどのくらい使えますか。こちらは朝晩使用して約1ヶ月お使いいただけます。はい、では、うん、実際に付け方ご紹介していきますので、はい、私ちょっと再びちーちゃんと交代しますね。はい、はい、ちーちゃんお願いします。お願いします。はい、ちーちゃん戻りました。ちーちゃんおかえりなさい。今ご案内にあったステップ2の保湿ケアを今行ってきましたので、うん、はい、
ツヤツヤじゃないですか、ちいちゃん。大丈夫ですかね、うん、今からステップ3の引き締めるケアを実際にまたお顔につけていきますね、はいはい、ちょっとカメラ分かりやすいように移動させます、うん、またちょっとこちら外しますので、はい、あーちゃん説明お願いします、はい、説明かしこまりました。それではまずは修練化粧水の方をよく振ってから使います。先ほどの皮脂吸着パウダーを全体的になじませていきます。でコットンに500円玉硬貨台よりやや大きめにたっぷり取り指に挟みます。はい、コメントでお鼻しか気にならないときはお鼻だけに使うのかなっていうことなんですけども、全体に使っていただくのがおすすめですね。はい、それでしたらちーちゃんお願いします。まず頬や額などの広い部分から始めます。手首を使って大きくリズミカルに弾ませて、肌がひんやりするまで優しくパッティングします。だいたいここで100回ほどしていただくのがポイントになります。で今コメントで修練した後に顔にコットンが残っちゃうんですけどっていうコメントがあったんですけども、これは原因が一つございます。ちょっと量がちょっと少ない、その場合は少ないので、そういう時は少し量を足していただくのがおすすめになります。今みたいにちーちゃんみたいにちょっと足してください。はい、ポンポンポンですね。で私これ実は前使ってるんですけれども、頬がすっごくひんやりしてすごい気持ちいいんですよね。で夏の暑い時期でもリフレッシュできるのが気に入ってます。はい、ありがとうございます、コメントも。で、ここでワンポイント情報です。特にいちご花やご自身の悩みに合わせて気になるところは、今みたいに全体にパッティングをした後に重ねて丁寧にパッティングするのがおすすめです。で足りなくなったら先ほどみたいに付け足してくださいね。ちーちゃんいかがですか。はい、終わりました。じゃあ一度カメラ戻しますね。皆さん使い方伝わりましたか。はい、どうですか、コメント来てますかね、うん、はい、あ、皆さんやっぱり100回っていう回数に少し驚いてますね。そうですよね、うん、で私お顔もつけたんですけど、うん、もう暑いので今首とかもそうですね、このデコルテあたりとかもね、はい、やると気持ちいいですよね。うん、ちーちゃんちょっとアイシャドウが可愛いってコメント来てますよ。 ありがとうございます。はい、こちらなんですけれども、うん、1個前前回と前前回、うん、はい、2回目の時にですね、はい、ワタプラナイトで、うん、ライブ配信がありました。資生堂メイクアップ、はい、ポップパウダージェルアイシャドウを使っています。ね、可愛いです、近くで見ても。ありがとうございます、うん、こちらが13番のカンカンゴールドが2回目前前回の時にライブがありまして、うん、前回のライブで6番のビビビオレンジ言ってますので、はいはい、このライブ配信終わってもしお時間あれば、ね、ぜひアーカイブに見ていただければと思います。はい、グラグラしてますので見てください。はい、見てみてください。で私ちょっと修練化粧水、うん、この時期やっぱお風呂上がりにスキンケアをするとすごく熱く重く感じるんですけど、うんうん、見ている皆さんどうですか、うん、最近暑いですよね、うん、あーちゃんどうですか。いや私はもうお風呂上がりに洗面台でスキンケアこうやってパンパンパンってするんですけれども、汗がふわっと吹き出してきます、この時期、うん、すごい暑いですよね、うん、皆さんどうですか。暑くないですか、うん、私はもうすごい暑いのでこの時期から修練化粧水も取り入れて快適にお手入れをしています。いいですよね。また、うん、こちら使ったことある方はご存知かもしれませんが、うん、修練化粧水をこう空気を含ませるようにパッティングするとお肌がすごくひんやりして気持ちがいいので化粧崩れが気になりにくくなるのがすごくおすすめです。はい、でこちらですね、毛穴の開きや化粧崩れ、うん、テカテカ気になるっていう方を朝晩使えるので、はい、ぜひみんなで修練化粧水してひんやり快適にお手入れしてみてください。してみてください。で今多分私プラスからご覧いただいている方はこちらですね、このあたりに左上の写真をタップしていただくと今ご紹介した商品詳細が見れますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。インスタグラムからご覧いただいている方は URL から詳細確認できます。ではひんやり快適に、はい、私すごい
もうすごいひんやりしてますので、うん、ちょっとまたお化粧していきたいと思います、はい、ゆうちゃんに変わります、はい、バトンタッチですね。はい、ひーちゃんありがとう。はーい、おかえりなさい。ひーちゃんすごい気持ちよさそうでしたね。気持ちよさそうでしたね。もうね、画面越しでもすごいひんやり感が伝わってきました、うん、ね、修練化粧水だったら今のお手入れにも簡単にプラスできそうなので、はい、良さそうですよね。はい、はい、ではここで最後のクーポンタイムに参ります、はい、クーポンタイムになります。ライブ配信を見てる方限定の私プラスでお使いいただける3300円以上ご購入で使える500円引きのお得なクーポンをご案内します。クーポンコードは小文字で WPN21728 です。お買い物カートでクーポンコードを入力するとすぐに使えるのでぜひ使ってみてください。期限は1週間ですのでお早めにお使いください。皆さんクーポンも最後なのでね、最後です、スクショしてくださいね、ぜひ、はい、スクショしたりしてください。はい、お願いします。あ、ハートでもいっぱい来てますね。あ、来ましたね。はい、大丈夫ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのクーポンね、使って先ほどの修練とかを500円引きに、ね、はい、なるので、ね、お得になりますよね、はい、お得になりますね、はい、ぜひ左上の商品画像をタップしてご購入できるので、ぜひクーポンを使ってお得にお買い求めください。はい、ではここで事前にいただいてた質問にお答えしていきますね、はい、可能な限りのコメントにも答えていきますので、はい、ちょっと気になることありましたらぜひコメントを待ってます、はい、どしどしお願いします。はい、じゃあゆうちゃんコメントの方お願いします。はい、結構も多かったものなんですけど、うん、はい、いろいろ試しましたが、うん、角栓が絶対にいなくなりませんっていう、うん、もう何をやってもいちご花が治りませんっていうお声がすごく多くて、うんうん、こちらにお答えしていきますね。はい、お願いします。はい、角栓はお伝えした通り5日前後で再生されてしまうので、うん、本当に毎日のお手入れが大切になってきま す、ね、うん、私も結構お手入れサボっちゃったりすると、うん、黒ずみが気になってすぐできますよね。そうするので、うん、もう今日お伝えした3ステップを毎日コツコツ続けていただくことがおすすめです。おすすめですね。はい、はい、コメントもね、たくさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと冬場は修練どうなの、止めた方がいいのってことだったんですけども、年間通して使っていただくのがおすすめですけれども、特に今の夏場はしっかり朝晩使っていただくのがおすすめなので、ぜひやってみてください。はい、コメントね、いっぱいいただいたんですけども、ちょっと、はい、はい、お時間が、はい、来てしまったので、はい、申し訳ございません。でもありがとうございました。はい、で本日はいちご花なんとかしたい NG 行動とお手入れ方法をテーマに、取り除くケアと保湿ケア、引き締めケアの3ステップをお伝えしました。ステップ1の取り除くケアでは、こちらのオイルタイプのクレンジングとモコモコ洗顔、つぶつぶ洗顔をご紹介しました。ステップ2の保湿ケアとステップ3の引き締めるケアは、こちらのですね、エリクシールホワイトの化粧水、乳液、修練化粧水をご紹介いたしました。皆さん自分にぴったりのお手入れ方法見つかりましたか？うん、はい、ね、今ね、先ほどコメントでも修練どこで使うのっていうコメントをいただいたんですけれども、はい、順番がこちらになります。化粧水、乳液、修練のステップになります。ね、エリクシルホワイトデイケアレボリューション日中用の美容液も発売してるんですけれども、もしそちらと併用してお使いいただく場合は、化粧水をつけて、デイケアレボリューションの前のに修練をつけますね、はい、修練をつけてデイケアレボリューションになります。はい、はい、ね、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。見つかりましたってコメントで、ね、ありがとうございます。嬉しいですね。ぴったりの、はいはい、お手入れ、ね、ぜひ見つけていただきたいと思います。はい、はい、でアーカイブの方も本日残りますので、ぜひ見てみてください。はい、ね、私たちも、ね、今回のライブ配信でエリクシールシリーズの良さ実感しましたよね。実感しました、うん、本当に、はい、引き続き暑い日が続くので、皆さん一緒に美肌目指してお手入れ頑張っていきましょう。えいえい、おでは、はい、今日のライブを見てもっと商品について詳しく知りたい方、はい、悩んでいる方には、うん、8月の6日からですね、うん、スタートするオンラインビューティーがおすすめです、はい、こちらです、はい、商品の使い方や肌に合っているか、一人一人に合ったおすすめのアイテムなどご質問にお答えしていきます。
こちらなんとですね、無料で、ね、無料、はい、受けられますので、ね、ぜひご予約ください、うん、はい、本日よりあのご予約受付開始してますので、はい、でこちらのご予約方法ですが、私プラスのオンラインビューティーの画像をタップしていただいて、下にスクロールをしていただくとこちらの画面になりますので、こちらからご自身のご要望に合わせてお選びしてください。私たちもカウンセリングに参加しますので、うん、はい、参加します、はい、皆さんに、ね、うん、ぜひ参加してください。楽しみにしてます。イエベブルベ肌っていうやつすごいいいんじゃないですか。あ、そう、結構 ね気になってる方、うん、多いんじゃないですか。ぜひご予約してみてください、はい、はい。それではあっという間にお時間が過ぎてしまいましたが、最後までご視聴いただいた皆さん本当にありがとうございました。今日の動画は私プラスではアーカイブして、インスタグラムでは IGTV に残しておきますので、最初の方を見逃してしまったっていう方はぜひ見に行ってみてください。はい、はい、それでは次回のライブ配信のですね、こちらは8月2日20時からですね、はい、クールに夏を乗り越えるためのひんやり夏コスメ、暑くても快適にお手入れができるひんやりアイテムをご紹介というテーマでライブ配信するので、ぜひ見てみてください。あちゃん、ここにね、ハテナがあるんですよ。ねえ、ね、はい、なんだろう。もうね、次の配信でお答えしていくので、うん、皆さんぜひ見てください。ぜひ見てみてください。はい、はい、ね、最後は、ね、最後はみんな揃ってお別れしましょう。ちーちゃん、はい、はい、伝わりましたか？伝わりましたか？はい、それではまた次回のライブでお会いしましょう。